んばんは。こんばんは。お、どうでっか。なんかね、今俺の端末がエラーを出ましたけど、イオシスのゲーム実況です。皆さん見てますかね。どうですかね。ちょっとここから、まあ、いつもだと熊僕の後半戦でやったんですけども、今日から改めてですね、イオシス熊牧場ゲーム部として新しいなんか繰り出してましたけどイオシス熊牧場ゲーム部としてですね新しく番組の方やっていきたいと思います。やっていこうゲーム部熊ちゃんゲーム部です。全く新しいことございませんが、はい、ゲーム部です、ね、ここからちょっと天の声拓也入ってます、はい、なぜならですね、リモートで実況するにはクマが喋らないっていうあの大きな問題が難しいんですよこれ、ね、あとまあ現地の情報もねなかなかゲームの情報とかもないので、はい、どちらかというと僕いつもいじられる方なので、はい、ゲームの実況と言ってもあーあーしか言わないのでねもうちょっとゲーム実況的にゲームが分かってる人が入ればいいということですね、はい、さあ今日のゲームは高橋さん何でしょう。今日は任天堂スイッチでブランチクラブというゲームをやりたいと思います。これね料理ゲームです。これもうガチの料理企画やるコアクマさんにはもうぴったりのゲームです。そうですね、これもね、ヨガヨなら星沢先生と対談させたいぐらいそうですよ、もうこのゲームでも星沢先生と対決してほしいぐらい。料理のゲーム、どういうゲームなんでしょう。やればわかります。なるほど、やっていきましょう、はい。今日は二クマに、プレイしていただきたいと思います、うん。では1P 側が悪魔で、緑色のカーソルが出ますから緑が悪魔と思ってください。 2P 側が、青いカーソルが出ますので、そっちがコアちゃんというふうになってます、うん。まだ始まってないですね。これ高橋ちゃんあれなんだって、はい、つけっぱなしにしてたらねうまく入んないっぽい。うまくやってください。なんかねリロードを、再読み込みをうまいことやってもらえるといい。あのね環境によります。ああなるほど、いろんな環境があるんでちょっと頑張ってリロードなりなんかしていただければと思います。じゃあちょっと悪魔コントローラーをよいしょ。いろいろあるんですけどもまずですねメインコースのいろいろモードがあるんですけどもこれのね下の方のねナイトオブザリビングデッブレッドこちらをちょっとやっていこうかなと思います。いきなり始まりますから L スティックでカーソルを移動し、はい、A と B かな。きなり始まった。A で選択、B がね、B もこの面ないかな。ちょっと何やるか探ってみてください。これはなんかちょっとあれですか、いくつかの食材を集めてなんか作るっていう感じのゲームですかね。そうですそうです。緑色が悪魔、青い方がコアちゃんとなってます。ごめんなさい、難易度をねイージーでやるのを忘れてました。これ今ノーマルでやってるんですが、ノーマルだとですね、ワンミスでゲームオーバーになってしまいますけど、ちょっと探ってみてください。なんかアイテムをこれグリーンが終わった。ごめんなさい。高橋さんこれごめんなさい。はいはいはい。はいはい、ゲームのチョイスを間違ったんじゃないかと。このモードが一番簡単ですあ、なるほどなるほどちょっと探ってみてください。これはカーソルで食材を選べますね。で移動できますね。これごめんなさい、グリーンがコアちゃんでしたっけ。グリーンが悪魔です。悪魔です。で青がじゃあコアちゃんということ。画面端まで出ると1とか2とか出るんですけども、1が緑で悪魔、2が青でコアちゃんです。これ画面あの台から落ちると食材をダメにしたでしょっつってハートが減ります。ああそういうことですね。あ、終わった。あ、死にました。これちょっとプラスボタンか何か押してメニュー戻れますか。ですねメニューに戻る。ちょっと難易度イージーじゃないと難しいんですよ。これ、ね、難しいですよね。で、あ、始まっちゃった。あ、ちょ一回戻っていただいてこれちょっとこれイージーなら簡単です。イージーなら簡単です。で左です。あ、そうですそうです。イージーです。これでゲームオーバーなくなりましたんで。ああ、なるほどなるほど。で画面の下にですね、パン、なんかよくわかんないやつ、なんかよくわかんないやつ、アボカド、パンって出てるじゃないですか。あの順で挟んでください。ね、そうですそうです。サブウェイです。はいはい、簡単に言うとサブウェイです。ああ、一人サブウェイですね。一人サブウェイです。まあ二人ですけど。こうパンがないですね。パンそこにありますね。あ、じゃあごめんなさい、これって要は2人がサブウェイやるけど、うん、早い方が勝ちってことですね。この2人協力です。あ、協力なんですね。はい、協力して2つ作っていただきます。上の方に2分の0ってなってますね。なるほど。あ、協力する感じは全くないですけども、まあ、これ大丈夫ですか。これまた神の視点でこうなんか
むしろなんかこうトースターの中に具材突っ込んでるように見えますけど大丈夫ですかこれ。そういう風に見えますね。あ、これでもこれ正解なんですかもしかして。パンの上にあれらを順番にいい感じに挟んでいけば完成します。なるほど。ただトーストの中でやるのはあまりおすすめしません、狭いので。パンをね運んでくるといいですよ。はい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 。これ結構こわちゃんがパンになった。パンを置いた。あ、パンですね、これパンですね。パンを置いて、あ、普通パンを置いて、あれなんかパン取り出すと、あの新しいパン出ますから。パン、これ悪魔パンを踊ってます。これ悪魔パンを踊ってますね。パン置いて、そう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 、そのよくわかんないやつを置いて、肉というか茶色いの謎のよくわかる謎肉か何か置いて、はい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 。カニ、カニなのかなあれ、なんだろう。これあれじゃないですか、ピーマンじゃないですか。ピーマン、ピクルスかなんかですか。カニじゃないですね。ピーマンかなんか置いて、サブスクありがとうございます。あ、本当だ、サブスクできた、ありがとうございます。アボカドを置いて、時間にね、応援してて、応援していて助かります。みやさん、ありがとうございます。みやさんね、名古屋の方でしょうか。さあ、重なって、これって、ごめんなさい、たこやさん、ごめんなさい、これ、はい、ゴールしたこのパンみたいなやつは、はい、あ、サンドイッチは、はい、そのトースターの中に入れないとダメなんですかこれ。全部重ねた段階で完成です。あ、じゃあトースター入れなくてもいい。あそこから焼かれたパンが出てくると思ってください。あー、なるほどなるほど。あ、なるほど、じゃあいい、あ、いいんですね。サブウェイもそうでしょ。ごめんなさい、これあ、できました、1個できました。1個できた、1個できた。あ、悪魔が1個完成させました。いやー、もうね、なー、危ない危ない。これもだってあれでしょ、だって量が弱なら訴えられますよ。そうですけども、そうです、そういうことないですね。敵は関係ないですね。大丈夫大丈夫大丈夫。なるほど、イージーモードだから大丈夫。さあ2個目いきましょう。さあ、こわっちゃん、こわっちゃん頑張れ。こわっちゃんは今ずっとトースターいじってますね。こわっちゃん頑張れ、こわちゃん頑張れ。さあ、どうだ。これね、物体になるとジャンプできますから。あ、これまた2個目はさらに言うとこう具材変わりましたね、さっきね。変わりましたね、変わりましたね、これね。あ、よくわかんない謎肉とアボカドと、あれなんですかね、キュウリですかね、ヌメヌメのキュウリですかね、うん、あんまりね、厳密に乗せなくても大丈夫です。大体で大丈夫ですかね。そうです、イージーモードなら訴えられません、安心です。そうですね、これ訴えられたらいいですから。で、これであともう一個ピーマンを乗っけて、ピーマンどこだ。違う、ピーマンじゃなくて、これ何ですか、セロリですか、キュウリか。キュウリですよね、キュウリ、キュウリ乗っけてパン乗っけて出来上がりですね。さあ、あと1分30秒以内にあと1個完成させたい。あ、いけるかな、いけるかな。さあ、こわちゃんいけるか。よいしょ。あれ、なんか違いますね。まだなんか乗っかってないんですか、パンの上に。うん、アボカド乗ってないね。キュウリどこ行った。あとはキュウリも落ちてないね。落ちてるね。ヘチマも乗っかってないですね。ヘチマ、ヘチマ、ヘチマかもしれない、ね、ですか。こっちの画面では、あの、こっちの画面ではナスにも見えますけどね。ナスですか。ナス生で乗っけるとね、結構危険な食べ物と。そうです、ナスは火通しないですね。さあ、どうだ。あ、できました。これでクリアです。あと50秒ありますか。あと52。これどうするんですか。ごゆるりと。これクリアしたからってこのなんか許してくれるわけじゃないの。まだ作れます。あ、なるほど、3つ目とか作れるわけですね。あの、52ごゆるりと過ごしていただいて。これは大丈夫ですか。その緑色の液体のところに入ると、あの、捨てられますか。そこゴミ箱です。ゴミ箱ね、ゴミ箱です。あ、だからなんか魂が飛んでるのね。そうこれね、イージーモードじゃないと物を落としたりとかするとね、減点になりますから。へえ。これね、このゲーム癖がすごい。このモードが一番簡単っていうのがね、厄介でしょ。これは、たくやさん、これはちょっとサブウェイのイメージ悪くなりますよ。これ大丈夫ですか。これサブウェイじゃない。サブウェイのようなモードですから。なるほどね。あ、トースターはね、多分これ爆発してんじゃなくて、うん、そう、あれですね、焼けたよって、パンが焼けてるんでしょうね。そう、焼けたよっつって終わりました。無事クリアです。すごいでしょ。じゃあ次、はい、ミングリルズ。なるほど、そこでなんか料理なりフィールドを選んでるわけですね。そうです、そうです。8つあります。ちょっと全部やるとあれなんで抜粋してます。さあ、探ってください。あの、お客さんからバイキンがいっぱいついてそうって言われました。そうそこはね、あの、感知しません。あ、これ焼くんですね、これね。さあ、何をするか探ってください。
クワッちゃんは、クワッちゃんどこにいます？あ、いた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 。青いカーソルがクワッちゃんです。あ、焼いてますね。落ちた落ちたらね、また降ってきますから。お、焼いてますね。これはバーベキュー、楽しいバーベキュー、焼けてますね。ちょっとあれです、両面焼いた方がいいんじゃないですか、お肉。これでもあれですよね、よくよく考えたら、なかなかまた難しいゲームですね、これね。そうですね。おかしいな、これ。なんかこのゲームを見る限りだと、リアルで料理してた方がまだマシだって気になるのが不思議ですよね。トング落ちそう。あー、トング、あー、トング、ダメじゃん。あー、引っかかってる。お肉焦げちゃうよ。なんか黄色いゲージが増えると焼けます。フライガイス燃えちゃうよ。大丈夫だ、飛べんのそれ。熱々になっちゃう。飛べんの。あ、落ちた。あー、トング落ちた。もう最悪。ほら、炭になっちゃうよ。さあ、焼けました。焦げた。ハンバーグのパティ焼けました。さあ、だ、そこ行くと落ちた。落ちると一からやり直しです。さあ、これはあと3分半でいけるんでしょうか。それ逃げるの熱い。焼けたやつ落ちてきましたね。フライ返しに、いや、こいしょ、出して、一回出してね、お邪魔だから出して。そこの黒いハンバーグ食いたくねー。トングまた落ちた。トング何回落ちとんねん。めちゃくちゃ熱くなってるよ、それ。これはやばいな。これどうやら上の方の指示を見ると、ハンバーガーを2つ、ホットドッグを2つ作るみたいですね。なるほどなるほど。ということはパンがいりますね。あ、ってことはこれパンとハンバーガー。落ちた、落ちた、また。なんかね、落ちたら左の方にね、降ってくるみたいです、焼けたやつ。なるほど。これイージーモードなんで、使うの、もしかして。で、一回落としたやつ使います。うわ、すげえな。一回落としたパティ使います。え、どうすんのこれ、どうすんのそれ。つかめんのそれ。うわ、ちなみに大ヒントですけども、トングではつかめません。あ、なるほど。別の使い道があります。なるほどね。あー、パンを挟むとか、その、あ、ソーセージを入れるのかな。これは、あ、皿にしてる、皿も。皿、皿、あー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 、ああ、もう別なゲームになってるよ。別なゲームになってるよ。あとね、大ヒントなんですけど、皿の上に盛らなくても結構です。完成すれば OK です。あ、まあね。ただそこに箸を作りたかったんでしょうね、テーブルとテーブルのね。これちなみにさ、焦げ具合は関係ないの？焦げはありません。あ、なるほど。焦げって概念はないの、焼ければいいのね、はい、生焼けか、焼いてないか、焼けたか、どっちかです。なるほど。さあ、マスタード、ソーセージが戻って、あっ、ついて落ちてる。マスタードを出してますね。これは手下の皆さんも食べにくいよね。なんせ何回か地面に落としてますからね。あー、何回かね、さすがに。さあ、パンにパティとかソーセージを挟みたい。これでもさ、ビストロコ悪魔やる上ではイメージダウンだよね。どうでもいいけど。真面目な料理企画やろうとしますからね。さあ、焼けたソーセージを持ってこようとしている。だって半ソーセージがさ、渡ってないじゃん、向こうに。まずさあ、ソーセージ2本来た。さあ、焼けたパティも終わってきた。あ、2個かな、それが。さあ、時間があまりない。なるほど。大ヒントですけど、マスタードとケチャップいりません。パンに肉挟めば完成です。パンの重ねれば、まあ、出来上がる、出来上がる。 そこの下に、そう、落として、よっこらしょってして、なんならケチャップ邪魔です。あー、パン落ちた。で、蓋してもらえれば1個できるじゃん。さあ、どうだ、まだ1個できそう、まだ1個できそう、まだ1個できるじゃん。あ、できました、1個できました。1個できた、1個できた、よしよし。ただあとハンバーガーを1つとホットドッグ2つ作りたい。40秒しかない。さあ、間に合うか、間に合うか。入れても、ソーセージ入れて。さあ、そう、2個目ホットドッグできた。あと1個、あと1個、あと1個ずつ作りたい。それ1個できるかな。それをそこに置いて。皿が邪魔ですね、逆にね。もうソーセージを、ソーセージ。さあ、間に合うか、あと30秒。さあ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 、どうだ。あ、キスか、キス。ソーセージ入れて、ソーセージ入れて、ソーセージをパンの中に入れて、もうちょい、もうちょい。ソーセージ頑張れ、ソーセージ頑張れ。なんで俺2021年でソーセージ頑張れ。前畑頑張れ、前畑頑張れ、ソーセージ頑張れ。いやいやいや、それじゃあどうだ、あと10秒、あと10秒。ケチャップで、あーと10秒、あっ、あっ、あっ、ソーセージが、あー、あー、はまんない。あ、痛い痛い。さあ、ホットドッグができた、あと3秒。ハンバーグ、ハンバーグ、残り4秒。ハンバーガー、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 ハンバーガー頑張れ、ハンバーガー頑張れ。残念。悲しいね、このゲームってちょっと悲しいね。このように遊ぶのだ。こわちゃんが何か書いてます。ああ。
なんかオリンピックの中継みたいでしたね。ソーセージ頑張れ、ソーセージ頑張れっていう。ケチャップいるし。ちょっと確かにケチャップとマスタードも欲しいですよね。ああ、まあそうですね。味付けの問題ですからね。ね、肉にパンに肉挟んだだけですからね。これどうでしょう、たくやさん。これもうあれですか。どうですか。次の面で次の面いきますか。大丈夫ですか。もう一回やればできそうだったんでいいことにしましょう。じゃあフライハードお願いします。これだんだん難しくなっていってますからね。あ、なるほどね。じゃあ、この面でクリアということで、これ次はなんか書いてますね。フライハード。あ、こう目玉焼きなんかあれですかね。ハンバーグ目玉お肉を焼くのと、あーと落ちた。肉早速落ちた。肉刺さってるし。お肉を焼くのと卵を焼くということ。目玉焼きを作るんですかね。ただ卵は割れてないですね。卵乗っかってますかねこれね。乗っかっちゃってますね。これ肉だけなんですね。あのままだと。なんかすごいゲームですね今ね一瞬ね。さあ緑色が 1P で悪魔が操作してます。青色のカーソルが 2P でコアちゃんが操作してます。火もついてますね。ジャンプできますよ。これ自由すぎます。まあ、またね自由な料理独創的なゲームでしょ。すごい。あ、でもこれあれなんでしょう、あの目玉焼きにお肉乗せなくても別にいいんであれば。そうですね、別々に作ってもいいんだよきっとね。別々でも大丈夫です。はいはいはい。お肉そろそろひっくり返した方がいいんじゃないですか。火がついてないですね。あー、あれさっきついてたのに。そう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 。あ、つきましたつきました。あー、そこにスイッチがある、ね、火がついてないと焼けません。あー、で卵を割らなきゃダメです。あーと、さあ卵、お肉焼きました。お肉1個完成しました。そして卵を割った人がいるぞ。卵1個をそこで割れちゃってますね。なんかあのフライパンの下も上がってますね。これまた危険な料理が始まってますよ。フライパンからめり込んでますね今ね、卵がね。大丈夫なのかな。お肉じゃあそこ持ってってあげて。あとね、そうそう、あのほったらかしにしてください。そういうゲームだから仕方ない、諦めよう。皿に盛る必要はありません。これで1個乗っかった。さ、卵焼きたい。で卵を、卵をフライパンの上に乗せ、いけるかな。さあシェフへの道、修行は厳しいですね。そうね、今修行中らしいですけどね、こっちゃんね。さあジャンプジャンプ、頑張れこわちゃん、頑張れこわちゃんが今フォークになりましたね。フォークで割ろうという作戦でしょうか。あ、なんか賢いね。さあしかし卵は乗ってない。フライパンの下に挟まってしまった。これ割れんの、どうしたら割れんの。多分フライパンに直接なんかぶつかれば割れそうな気もするけど、まあ、中に入った方がいいよね。まず乗らないとちょっと。そしてコアちゃんもそのお肉はさ、ほっといていいんじゃないかな。そのお肉ね、ほっといてください。あ、そういうこと。コアちゃんそれ割れ、あ、割れちゃった。あ、割れた割れたよ。変なとこで割れたね。そこだとダメですね。卵持っていきましょう。これあれだね、お母さんだったらぶち切れてるよね。そうですねいい加減にしろって言われちゃうね。さあ卵、まあ、さあ卵、それがお肉を先に焼くってあるよ。もう焼いちゃうって、先にお肉焼いちゃって2個、だからその高等技術いくの。2個焼いちゃうフライパンの下に入った卵。フライパンの下にいるよ、下にいるよ。できればフライパンの上に行きたい。あー落ちた。うまくいってないです。あー、なんか割れちゃってますねまたね。ゴミを捨ててますよあんそうなんですよ、ゴミもね邪魔なんですよあれ。これ先お肉どうですかこわちゃん。お肉、お肉大好き、こわちゃん。お肉どうでしょう、もう一枚、もう一枚。今もう一枚焼けてますから。青いカーソルの。そうそうそう。それ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 。はい、これね、お肉の方がフライパン乗りやすいですから。そうですよね、先に乗らせて。ああ、落ちた。もう一回、もう一回。お客さんからも、あれですね、視聴者の方も、卵むずい。卵むずいんですよ。これ、卵はどうやって入れんの。あ、入りました、入りました。これで、お肉で肉も乗った、火もついてる。お肉では割れないですね。頑張れ、お肉頑張れ、お肉残った。お肉頑張れ、お肉。突っ張り大相撲みたいな感じで。さあ、卵割れるか。割れた。卵割れた。さあ、あと火がつけばできそう。残り1分10秒。さあ、いや、そのお肉はもういいんじゃないかな。そのお肉はもういい、ね、あ、そのお肉でね、火をつけようとします。ああ、なるほどね。なるほど、賢い賢い。何かね、物体でそのスイッチを触れると火がつきます。ああ、なるほど。直接はね、いじれないんですよ、カーソルでは。これさ、目玉焼きが、卵焼きを焼けてんのか。お肉の上に乗っかってんだ今。火がついてないですね。あ、なるほど。さあこれはどうですか、ね、はい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 。お肉はじゃあ焼けそうなのかな、もうちょっとしたら。目玉焼きには火がいってないかもしれないですね、乗っかっちゃって、さあ目玉焼きをもう一個作りたいので卵を用意しつつ、
お肉の位置調整をして火をつけたいですね。これむずいね、このゲーム。お肉もちょっと焼けそうです。さあ、お肉はそろそろできるぞ。お肉焼けるの待った方がいいですね。火が消えました。さあ、あっこまでお肉が消えた。もう火をつけたい。火が消えてるからもう一回ちょっと火つけて、その辺のスイッチです。落ちた。今焼けるか焼けるか焼けるか。お肉が今お肉2個目焼けました。お肉できたから、できたお肉できた。さあ残り5秒。大変でしょこのゲーム。修行って大変だね。料理人になるの大変だね。あれだね。どうだい？二人には早かった。二人っていうか人類でちょっと早かったかもしれないね。人類にも早いし、クマにも早かった。うん、クマにも早かった。うん。まだね、もう一個お願いします。メインコース。トースタルリコールお願いします。これ最初に書いてあるんですけど、結構むずいです。これ、ね、ジャンプが重要です。さあ、トーストを焼いてください。ああ、なるほど。トースターがありますね。なるほど、トースターの中に入れるのね、これ。そうなんですよ、あそこにね、うまく入れてください。ジャンプして。はあ。で、ね、そこ触れるとね、電源が入っちゃうんですよ。電源が入るとね、一定時間でね、爆発します。え？トーストがうごうごしてますね。トースターが爆発しました。ああ、なるほどね。爆発するとね、出ちゃうんですよ。これ爆発を使って入れるとかじゃなくて、もう爆発を爆発させるだけなんだ、うん、あの焼き上がりですね、本当は。はあはあはあ。あ、電源入りました。あさあ、いいぞいいぞ。緑色悪魔登って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 頑張れ頑張れ悪魔頑張れ。そこにうまく入って入って入って、しかしうごうごしている、うごうごしている。出ちゃった。あ、そういうことね。大変でしょ。大変でしょ。これはそのスイッチ触んない方がいいんですよ。クマにはちょっと早いか。でも悪魔がもう容量上がってるぞ。悪魔が あの穴入るのすごく難しいんですよ。コアちゃんがなんかすごい裏技で裏から行くと、悪魔が悪魔が先入れるか、コアちゃんが入れる先入れるか。あのトースターの穴全然入んないんですよ。でもこれイージーですよね。はい、すごいね。これでイージーモードです。さあ頑張れ頑張れ。入りそう。入るか入るか。悪魔緑色トースター入った入った。焼けてます。あ、なるほどなるほど。でゲージが増えますから、そのままほっといてください。なんかコアちゃんが後入れて焼けそうですね。お、焼けそう。焼けました。1個焼けました。やった。でもうすぐ出ますから、出たらバター塗ってください。え、あ、これバター塗らなきゃダメなの。レベル高。あ、バター落ちちゃう。バター落ちちゃう。バターがこぼれて汚い。バターが汚い。ちなみにバターにはなれません。バターにはなれません。バター塗ってください。ということはナイフで？バターにはなれませんって日本語がもう気になる。俺も初めて言った。バターにはなれません。分かんない。バターにはなれない。あ、つきましたつきました。今ナイフにバターがつきましたので、そのナイフで落ちた。これではもう落ちたらダメなの？あの、そのまま復活すると思います。バターがついた状態でナイフ落ちてきました。もう一回ナイフになってジュトーストにバターを、あ、塗りました。1個完成です。残り3枚。これ1個、あと3枚。こうパンを入れる係と塗る係と分けた方がいいんじゃないですかこれ。そうですね。ただトーストするのがね、一番難しいんですよね。あ、これパンを入れたら自動的に下がるんだ電源。そうですね。あ、なるほどなるほど。焼かされますっていうか、こう清潔っていう概念を無視してるゲームだよこれね。はい、そうです。あ、もう一枚焼けましたよ。これで悪魔が焼けました。パンを入れて、悪魔うまいな。さあ、ナイフにバターがついた。だね、しかし入った。パン入った。衛生。もうすげえ。そしてコアちゃんがパンを塗って、あ、塗りました。2個完成です。すごいね。さあ、これいけるんじゃないですか。兄弟プレイうまくいってんじゃん。トーストもう1枚焼けました。すごいすごいすごい。これ分担、いい協力プレイ、いい協力プレイ。焼かされましょう1枚、うん。ナイフにバターをつけたい。バターが変なところにありますね。あ、つきました、つきました。ナイフにバターがつきましたので、焼けたトーストにコアッちゃんが、コアッちゃんバター係になってますね。入った。いいね、バター係。ドン。3枚目完成。いけそういけそう。これいけそう。あのトースター、あのトースターにパン全然入んないんだよ。アックマめっちゃうまい。さあ焼けました。あ、もうこれ決まりだ。これクリアじゃないですか。いったいった。10。あれ？もうちょっともうちょっともうちょっと。あ、つきました。完成です。素晴らしい。ごめんなさい。
あの相当朝食汚いね。まあできたからいいんじゃないですか。わかりました。素晴らしい握手をしています。ちょっと調子出てきたんで、はい、ちょっと対戦しますか。2人対戦、1個だけ、先にを1にしていただいて開始。あ、ランダムにしちゃった。まあいいか。8つのゲームのうち1個選ばれます。はあ。さあこれね、さっきの焼いてバターを塗るやつを対戦で、左右画面分かれてますね。これでもあれですよね、悪魔有利ですよね。パン、トースト入れれるから焼けないとね、これ始まんないんですよね。そうですよね。さあコップになってますが、今ね、悪魔が今邪魔しようとしてるんですね、今ね。場所を作ろうとしてるのかな。邪魔はねできないです。なるほどなるほど。コップが邪魔だったんで避けたんでしょうね。ああ、なるほどなるほど。さあうまいことジャンプでトースターを登って、こトースターにさへばりつくパンとか汚くね。あそこ入らないんですよ今。緑、あ、入った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 。すごい。あ、どうかな。あ、行きました行きました。入りましたね。さあ次のパンの準備か、もしくはバターの準備か。先に2枚焼けた方が勝ちですね。悪魔うまいね。ゲームプレイ悪魔うまいな。ここもクリアしそうじゃん。悪魔まだですね。さあ先にトーストを焼いた方が効率がいいかもしれない。コワッちゃん苦戦してますね。あそこトースターにトースター入んないんですよ。コップが落ちた。そう、コワッちゃん頑張って。入るか。お、行きそう行きそう。入った、こっちゃん入りました。入った、こっちゃん入った。1枚入った。悪魔がちょっと苦戦中ですね。あれ、しかしゲージが、ゲージが増えてない。こわっちゃんのパンのゲージが、あ、今ゴンってやったので、入ったかもしれない。入ってましたね。入った。ただまだ焼けてません。生煮えですね。まだ生煮えです。悪魔入りましたね。こわっちゃん頑張っていただきたい。悪魔はもうすでにバターを塗って待機中だ。半焼けですね。そう、パンだ。パンの焼き具合が、あー落ちちゃった。ナイフが、あ、でもナイフにバターついたままだ。さあ悪魔これ立てるか、もうすぐゴール。逆ですね。完成、完成。悪魔の勝ちです。悪魔の勝ちです。これは難しいね。やってほしいやつ別だったんだよね。ランダムにしちゃったから俺間違っちゃった。もう一個やれますか。ランダムを家にして開始にして、あれ、ランダムとはまた同じやつやん。ちょっとこれ戻っていただいて、プラスで。ランダムとは、あ、それで右、ん、違うな。だから選べます。ほんとね、スコーンイン60セカンドってやつやってほしいんですけど。あれあれあれ、これ開始ってやったらランダムになっちゃいますよね。あれ、なんでや、なんでそれ毎回出んねん。これはあれなんじゃないですか。2熊のあの、じゃあ別のモードをやりましょう。やって1個、もう1個やって終わりにしましょう。5秒ルールで、これ今度協力していただきます。パラノーマルスナックティビティお願いします。これで最後にします。今日これね、2人協力してください。2人協力でお願いします。はあ。緑が悪魔、青がコアちゃんです、ね、さあ探ってください。チーンって言いましたね。さあどうだ。 お2個チーン。どうやら6個チーンってなるとクリアのようですね。ああ、なるほどなるほど。死にました。死にました。探ってください。かぼちゃを使ってなんか、ヒントは5秒ルールです。あ、ヒントは5秒ルール。あと協力してください。ああ、押して、なんか、あ、なるほど、そこにあるんだ3つ目のやつが。さあどうだ。さあ、死にました。探ってください。クマちゃんたち同様。なかなか見ないアクションしました、クマちゃんたちの同様。これは結構レベル高いですよね。さあどうだ、クリアできるか。時間はね、割と余裕あるんですよ。これまだ4分40秒ありますからね。これどうすんの。協力プレイとは、あ、死にました。
俺は楽しいけどこれは相当あれですよ。つまりどういうことですか？これはね、そのレベルが高い遊びですよ。そう、みんなまずゲームのルールが分かってないっていう。クリアはどうすかこれね。今上で1個光ってますけど、6個光ればクリアです。ただそれはね、分かる。6個光ればクリアなら分かる。そうなんですよ。で順番になんか出てくるのも分かった。なんで途中で死ぬのかって話ですよ、突然。あ、ごめん、ちょっとこれ左下のこれが出てなかったのがあれですね。あのクマちゃんたちは見えてますけど、放送上でちょっと隠れてたのでこれ出しました。左下が今 9.02 ってなってますね。これがこれ素晴らしい記録が出ましたの 9.02 ですかね。あ、死にました。わかりました、わかりましたね。悪魔は分かったみたいです。悪魔は分かりました。これまず行くじゃん、そのなんか円のやつ行くじゃん。行かない、行くよね。行ったら次出んじゃん。出ますね。でその下に出てくるじゃん、下になんか円形のやつが出てんじゃん、左下のところに。あ、左上か。これどうやら左下のゲージが10秒になると死ぬみたいですね。はあ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 。チーンってなって今1個クリアしてます。あ、死んだつまり皿の上にいるときは秒数減らないんじゃないですか、こっちゃん。皿が何かの上に乗っかってるときは。つまり5秒ルールというのはどういうことですか？だから5秒間だけはその上に入れるけど、その5秒経ったら皿の上に戻らなきゃいけないんじゃないですか、これ。あのよく食べ物を落としたときに3秒ルールって言うじゃないですか。そう、止まった。3秒以内だったらバッチくないっていう話があるじゃないですか。これいけるか。6秒23。それ取ってまた戻ってくるんだよね、きっと。そうそう、かぼちゃを動かす人と、かぼちゃが机に触れないようにする人。はいはいはい、のがあだだだという協力プレイなんです。あと 0.22 協力するやつがしんどいっつってます、悪魔が。これがなんかの上に乗っかってればいいんでしょ、きっと。そうです、皿の上ならゲージは増えません。バッチくないですね。これちょっと9秒78までいってんで、1回やり直した方がいいですね。皿が乗っかってる状態で動かないから、その乗っからない。あー、終わっちゃった。レベル高っ。そのなんか緑色のクルクルしてるところに1回例えばまな板を置いて、そこにかぼちゃを移動させるとかね。で今度左奥なんで、 あそこ行った後戻りたいので、まな板で戻りたいんですよね。なるほど。今いいですよ。コアッちゃんが青でかぼちゃを操作してますが、左奥に行って、うわあ、これ乗っかんないとダメなんだ。そうその上に乗っかってるだけじゃなくて、下にそのかぼちゃの下になんか持ってなきゃダメなんだね。そうさあ、これは協力プレイなんですが、なかなかうまくいきません。お皿でも帰ってこれますね。かぼちゃだけだとね、帰ってこれないんですよ、これ。あ、悪魔来いって言ってますね。そうです、皿の上に乗っかれって言ってますね。乗っかった、あーっと、お皿だとギリなんですよ、本当は。まな板がいいんですね。というのを踏まえて、もう一回、最後、ラストチャンス。これは難しいですね。しゃもじが邪魔。さあ、今、悪魔が物を動かして、はいはいはい、ゲージが増えないようにこっちゃんが、ね、ちゃんがかぼちゃんの誘導をやると、はい、悪魔が物をこう動かして、そうこう一回皿に戻って、いいね、まだ0秒。かぼちゃさん一回皿に戻っていただいていいですか。皿かなんかで、まあ、道を作ってから始まるわけです、ね、そうですで、まな板を、そうか悪魔が戻れって言ってますね。そうそこまで行って、ぴったり距離を作ってあげなきゃいけない。あーっと落ちてる、皿から落ちてる。ゲージが増えてる。助けて。死。
やめかちょっとね、クマには早かった。ちょっとね、ちょっと難しかった。うん、こっちは固まってる。はい、次回みなさんいかがだったでしょうか。次回はですね、はい、次回は2月の、24、はい、にね、またゲーム配信したいと思いますので、はい、ちょっと今日のゲームはごめんなさい、今日のゲームちょっとクマには早かったかな。ちょっとクマに難しかったですね。うん、クマには早かったと思いますので、ちょっともしよかったら皆さん、あの任天堂スイッチで配信されてるっぽいので、ね、あの遊んでみてほしいな。ひょっとしたら来月めちゃくちゃ上手くなってるこっちゃんいるかもしれないよ。それかこのゲームの話をするとめっちゃ機嫌が悪いと終わっちゃうか、どっちかと思います。まあこういうゲームもありますよってことで、ね、ゲームは難しいだけだよってみんな応援してくれてますけども、みんなやってみてください。こっちゃん悪くないっつって、あの、まあまあまあ、みんなやったらこれむずいからマジでやってみて、スイッチですぐ買えますから。あ、そう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 、あれちょっとなんか良さそうですよ。これラストにします。まだゲージは2秒。このあとです。そこからね、戻りたいんですよね。あの、悪魔と悪魔今本気になってますね、これね。どうしても二熊とも納得いかなかったんですよ。お、いいですね、これでいけそうですね。どうですか。そうしておいて、あのね、そうやってこう乗っかる、上に乗っけるってことですね。さあ、かぼちゃがそこから来れるかどうかですね。皿持ってきた。さあ、今かぼちゃになった。さあ、かぼちゃが動ける。さあ、登った。よし。よし、来た。よし、来た。登りました。かぼちゃ行こう。皿、よし。次はどこですか。いいですよ、いいですよ。さら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 、セーフセーフ。次の目的地はどこでしょう。次、さっきの右下ですね。画面外なんでちょっと見づらいですね。はい、右下です。はい、なので、またまな板がいりますね。はあ、皿も用意してあげるといいですね。うまくいけば、だからそこの皿をそのもうちょっと奥まで、はいはい、持ってきて、様子見た方がいいですね。よっこらしょ、よっこらしょ。あーと、皿が頑張れ、皿頑張れ、皿頑張れって日本語すげえな。皿頑張れ、あっ、あっつ、あっつ、あっつ。さようなら。はい、来月、来月、また来月、2月24日お会いしましょう。また来月でーす。またねー、またねー。さようなら。さようなら。こっちゃん悪くないよ。さようなら。